WBC アメリカがベネズエラに逆転勝ち準決勝進出。2023年3月19日、野球の WBC イコールワールドベースボールクラシックの準々決勝の最後の試合は、アメリカが8回の満塁ホームランでベネズエラに逆転勝ちし、準決勝に進みました。準々決勝の最後の試合はアメリカ・フロリダ州で18日に行われ、1次ラウンドのグループ D で1位だったベネズエラと、2大会連続の優勝を目指しグループ C を2位で通過したアメリカが対戦しました。大リーグでプレーする選手を多く揃えたチーム同士の対戦は、アメリカが1回、昨シーズン、ナショナルリーグ MVP に輝いた3番ゴールドシュミット選手のタイムリーなどヒット5本を集中させて、いきなり3点を先制しました。しかし、ベネズエラもその裏、昨シーズンのアメリカンリーグ首位打者で3番のアラエズ選手がツーランホームランを打って、すぐに1点差に迫り、5回には一昨年のアメリカンリーグホームラン王、ペレス選手のタイムリーツーベースなどで一挙4点を奪って逆転しました。ベネズエラは、7回にもアラエズ選手がソロホームランを打ってリードを2点に広げましたが、アメリカは直後の8回、9番ターナー選手が満塁ホームランを打って再び試合をひっくり返し、そのまま9対7で勝ちました。アメリカは2大会連続3回目の準決勝進出です。これでベスト4が全て出揃い、アメリカは19日、日本時間の20日に行われる準決勝でキューバと対戦します。アメリカ代表、執念の逆転勝利でベスト4進出。8回にターナー逆転満塁弾、ベネズエラとの打ち合い制す、WBC 準々決勝。2023ワールドベースボールクラシック登録商標準々決勝ベネズエラ代表、アメリカ代表、日本時間19日、フロリダ州ローンデポパーク。終盤に劇的逆転、アメリカ代表が準決勝進出、準々決勝アメリカ VS ベネズエラ。WBC ハイライト、WBC ワールドベースボールクラシックの準々決勝で、アメリカ代表がベネズエラ代表を9対7で下し、2大会連続3度目の準決勝進出を果たした。中盤に3点リードをひっくり返されたが、2点ビハインドの8回に21年ナリーグ首位打者のティーターナー、29フィリーズが満塁ホームランを放ち、連覇へ最強打線が終盤で執念の逆転。これでベスト4進出の4チーム、キューバ、日本、メキシコ、アメリカがすべて出揃い、準決勝は日本時間の20日と21日に同球場で行われる。アメリカ代表は20日にキューバ代表との決戦に挑む。WBC では初対戦。2大会連続の準決勝へ、ベネズエラとの激闘、激しい打ち合いを制したアメリカ代表。1次ラウンドプール C を3勝1敗の2位で通過したアメリカ代表は、プール D を4連勝で1位突破を果たしたベネズエラ代表と対戦し、序盤から打線が爆発。ベネズエラ代表の先発は、昨季レンジャーズで12勝を挙げたエムペレス、31。アメリカは1回、1番、エムベッツ、30ドジャースがセカンド強襲ヒットで出塁すると2番、エムトラウト、31エンゼルスが1球目を打ってセンター前へ。ベッツが三塁を狙うと悪送球を誘ってホームイン。アメリカがわずか4球で先制点を奪った。続く3番、P ゴールドシュミット、35カージナルスはライト前に弾き返して2点目、アメリカのリーグ MVP 経験者3人が機能して追加点。さらにこのチャンスに4番、アレナドもライト前タイムリー、5番、K タッカー、26アストロズもセンター前へのタイムリーと先頭打者から5連打で 3-0 とリードした。アメリカの先発はメジャー通算123勝、1次ラウンドではカナダ戦に先発し5回1失点と好投したベテランのエル・リン、35ホワイトソックス。初回3点の援護をもらったがベネズエラの先頭、JR トゥーベ、32アストロズ、2レフト前ヒットを打たれると、昨季アリーグ首位打者の3番、エル・アラエス、25マーリンズ、2ライトスタンドへツーランを浴び、3-2と1点差に詰め寄られる。アメリカは4回、相手のエラーから1死2、3塁のチャンスを作るとベッツがセンターへ犠牲フライ。確実にチャンスを生かし 4-2 とリードを広げた。さらに5回にはベネズエラ3人目、エル・ガルシア、26アストロズ、から5番、K タッカーがソロホームランを放ち、アストロズのチームメイト同士の対決で貴重な追加点を挙げ5-2とした。アメリカはその裏、2人目の D バード、37ロッキーズ、が第5三。先頭打者に四球を与えると、内野安打を許し、アルトゥーベにはデッドボール。無視満塁のピンチを招くと A、
サンタンデール28オリオールズの1球目にワイルドピッチによる失点で 5-3。サンタンデールにも四球を与え再び満塁に、アメリカベンチは3人目、J. アダム、31レーズを登板させたが内野ゴロの間に1点を失い、4番、S. ペレス、32ロイヤルズを迎えた。2021年に大谷とホームラン王を争いタイトルを獲得したペレスはここでレフト線にタイムリーツーベースを放ち、5-5とベネズエラが同点に追いついた。さらに1死2、3塁で R、アクーニャ・ジュニア、25、ブレーブス、がセンターへの犠牲フライでこの回一気に4点を奪われ、5-6と逆転を許した。7回、アメリカ打線は西から連打で1、2塁のチャンスを作ると5番、タッカーは、ベネズエラ5人目、大谷のチームメイトで昨季中継ぎ、抑えと活躍したジェイ・キハーダ、27、に空振り三振に倒れる。その裏、ベネズエラは3番、アラエスが内角高めを振り抜きライトポール直撃のソロホームラン。この日、2本目のホームランで大きな追加点を挙げ、7-5とベネズエラがリードを広げた。追い詰められたアメリカは8回、西四球とヒットで無視満塁のチャンスを作り9番、T. ターナー、29フィリーズ、カウント0対2と追い込まれながらレフトスタンドへ逆転の満塁ホームランを放った。ベンチも総出で出迎えアメリカが終盤で逆転。最後はメジャー40試合連続無失点の記録を持つ R プレスリー。